不完全な身勝手の極意だ。敗北を遅らせるだけの悪あがきよ。不完全と言ったな。つまり今の強さのその先が存在するということ、それを無視して勝敗を決めつける。それはこの状況から奴が極意を極め次元を超えるとでも言いたいのか。カオイエン、それこそ寝言だ。この力の大会、そのわずかな時間の中、幾度となく限界をぶち破る俺たちサイヤ人の姿、貴様らも見てきたはずだ。カカロット、俺は俺の誇りも約束も全て貴様に託したのだ。負けることなど絶対に許さん。神の領域など踏み越えろ。次元の攻撃も勢いが増している。まずいね。悟空、急げ。何かではないのか。お前たち黙って見ていろ。強さの先にあるんだ。悟空、またまたすごくなった。スーパーすごくなった。確かにこれは大変にスーパーなことですね。おいさ、悟空はとうとうたどり着いたんだな。はい。まったく、本当になんてやつだ。あの姿、あの輝き、あれこそが完全なる身勝手の極意。そんなはずはない。俺は負けるはずがない。強さこそ正義、強さこそ絶対だ。勝たなければ意味がない。手加減はせんぞ。すさまじい木の嵐じゃ。ジレンの木がさらに膨れ上がっている。なぜだ。なぜ何度やられても立ち上がれるんだ。孫悟空。17号やベジータ、それに他のみんな、オーラに託してくれたんだ。その思いにかけ、ここで一歩も引くわけにはいかねえ。黙れ。そんなものを俺の力の前では無意味だ。無意味じゃねえってこと、オラが見せてやる。孫悟空のスピードが上がっている。ありえん、なぜそんなことが。そんなこともわからんのか。悟空は自分のためだけに戦っているんじゃない。俺たちの思いも背負っているからな。ピッコロの言う通りじゃわい。悟空は互いを高め合える者たちがおる。それはお互いにとってかけがえのない大切なものと同時に、悟空を奮い立たせる存在なのじゃ。自分一人の力などとあやつはこれっぽっちも思ってないやろうな。そんな悟空がいたから俺たちは今ここにいるんです。戦いながらも周りの人間が不思議と引きつけられた。それが悟空という男なんだ。俺がオーラたちの力だ、ギレン。何が仲間だ、何が信頼だ。それを認めたら俺の今までを全て否定することになる。そんな力俺は信じない。そんなものは簡単に消え去るんだ。行けカカロット、ジレンに勝ってみせろ。
孫悟空があの言われな立つんだジレン、お前がお前の。あっ、すまなかったな、二人とも博士っぱなしになっちまってよ。お前動けるのか。あなたも後ろに下がっていけばいかがですか。3人が協力して立ち向かねえと、だからうちは消えちまうんだぞ。孫悟空、再び立つか、俺の前に。全開でいくぞ。まだまだ。私を生き返らせるという約束、覚えているでしょうね。リーダー、覚えているのかと聞いてるんだ。おめえが約束破らねえ限り、オラは約束を守る。それはおめえが一番よく分かってんじゃねえのか。あなたのそういう甘いところにはヘドが出ますが、今だけは感謝して差し上げますよ。二人とも仲直りは済んだかな。死んでも治りませんよ。包帯だ。そらそら。無駄だ。さあ、行くぞ。はあ。はっ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 。そうだ。油断したな。つまらないな。甘い。行くぞ。あなたからの礼なんてよしてください。ああ、
ジレンさん脱落により。ジレン、戦いが終わったばっかしなのによ、戦うことでオラたちは一緒に強くなれたんじゃねえかって気がすんだ。また会いて。すごいや。ああ。もっともっと当たり前だ。